長宮氷川神社は埼玉県富士見野市にある神社である。福岡宋鎮守である。創建年代は古く、第66代一条天皇の御与、995年に平安期の北面の武士であった星野信秀が出雲氷川の吉木月大社からこの地に移住し誕生した神社であることが伝承されている。戦国期には衰退したが、1591年に復興し、 1609年に社殿再建。1616 16年に修繕されている。1871年に川越県第六区の豪社となるが、同年に入間県が成立すると行政地区が改められ当社は尊社となる。市の中央部に位置している長宮というは、地名は当社に由来し、所沢さんが知りの長久中氷川神社を誕生したためという説がある。 一方、当神社の大門の童貞が4丁16軒の長きに及んだことから、長宮様と呼ばれたゆえとも、三道両側には門前町が形成され、長ぐ千軒町と少子大いに繁盛したと伝えられている。1894年に社殿の再建が行われた。小田原北上、徳川時代には、歴代の上主、地頭よりの数形も厚く数多くの法能もあった。 宇治湖地域は、下、福岡、中福岡、滝、中央一丁目、道二丁目、富士見台、日田、清見、ハ毛となっており、以前は上福岡も宇治湖であったが、当社から離れていて、参拝に不便であるとの理由で1930年に分霊され、八雲神社を創建し、当社宇治湖からは分離している。1995年10月、御鎮座千年祭が採用された。 明治初頭までは長久氷川明神社、または長久氷川大明神と称され、江戸時代には福岡村、中福岡村、福岡神殿の総鎮守として、明治時代から終戦までは福岡村の尊者として、上福岡地域の人々から親しまれてきた。しかし、神社の創立については、 確実な資料が未だに発見されていないために不明で、あるが、新編武蔵風土気候の入間郡福岡村の孔には、三ヶ島村の長久明神社を誕生したのではとの、文があるものの確認はできていない。官主を代々務めてきた星野家に伝来する1722年に、第四代官主の星野秀が守る吉清により、著者された、ひかわ大明神由来演技という遺書書書には、 平安時代中期の九百九十五年に、星野家の先祖の星野生の福岡信秀により、出雲国に火の川上、日月大社から当地に誕生されたものと伝えられる。その時の祭神は、賢則、スタノーの命、キーナダ姫命、オオナムチの命の御神であったという。その後についても資料により、様々で相次ぐ戦乱により荒廃したとも言われる一方で、戦国時代に、 小田原ら法上の数計を受けて、1558年から1570年に、その家臣にして、福岡郷領主である、富永左衛門から診療として、油麺の土地を寄進されたとも伝えられている。麺とは、麺だや、麺畑を刺し、税金を免除された土地の意味である。おそらく神社の闘病の油代を寄付する名目で、寄進された土地のことであり、地名として残されたものである。 これに関して、神社北東の一帯が、通称、湯面と称されている。神主の星野家の屋敷地の南方に遺跡が、所在していることから、中世に長久氷川神社が存在していたとすれば、神社の位置は、現在置より、北東の方角にあったことも考えられる。1848年から1854年に八代目、神主、 新広氏により作成された1615年から1624年に、改めて、武州花高村氷川明神から勘定されたと記されているので、官主家に神社創設について二通りの伝承があった可能性も、ある。また、神社のネギの星野正弘によれば、教法の演起書は神社の内陣、つまり、社殿の中では最も神聖とされている場所に保管されていたと伝えられ、 八代し主か博るは、その存在を知らなかった可能性もあると、推測されている。以上については伝承であり、確実な資料の裏付けをもって、神社の歴史を語ることができるのは、近世以降である。資料により時期に、歳はあるが、近世初頭に、神社の社殿画像営もしくは再興という形で、混流されている。由緒書書きには、 小田原北条氏死滅亡直後の1591年、福岡の領主のおさみつ道三郎四郎により、社殿が再興されたと記されている。胸札の写しには1609年9月に、初代官主とされる、星野主前信秀により造営されたものと記されている。天正の再興については、詳細が不明ながら、慶長の造営については造営工事に携わった、宇治子の名を知ることができる。 以後、22回に渡り工事が行われ、村の内湖によりその事業は支えられたのである。近世における神社の規模については、1699年、入間郡福岡村女子水町に、氷川明神社地として、半七瀬散歩と記されてある。さらに官主、星野家が他に兼務している神社があり、八幡社、八幡神社、天神社、権限社などである。江戸時代における、 長久比川神社を支えた者として、福岡村、中福岡村、福岡神殿のうじこ並びに、代々の領主の保護があった。1673年2月の棟札の写しには、闘村寺頭伏せ子平城、藤原正義が、福岡村住人の、香取三郎左衛門藤原正重と、ご奉行、香取三郎左衛門藤原正近と共に見える。伏せ氏は、幕府旗元で、 1625年から1698年までの約70年間、長戸守以降3代にわたって福岡村を領有した。長宮氷川神社の拝殿の内部正面には1689年に奉納された高砂、1690年に奉納された金字絵馬が飾られている。これらの変額は非常に大型で彩色も鮮やかなものであり、 伏瀬氏の神社への保護の熱意が感じられる。この他に官主に祈祷を依頼し、返礼として教米を奉納して神社経営を援助している。伏瀬氏と神社の結びつきは、元禄の,の領地開港も続く。1836年3月、第7代官主の星野出雲神職が、江戸、市ヶ谷の旗本である、伏瀬東兵正隆の屋敷を訪れたことが確認される。 先祖の伏せ古兵の書き付けや文章を見せられた伏せ東兵は感激し、初補金を新職に堅納するとともに神社参拝を約束した。伏せ東兵は翌4月に福岡村を訪れ参拝した後、先祖の時代に福岡村、それから毎年、官主から伏せ氏には本庁五軍氏に氷川大明神の祈祷診察と五千枚を送り、伏せ氏からはその返礼として、 初保金を奉納するという関係が始まったのである。布施市のこのような長久氷川神社への崇敬は幕末まで続いたのである。福岡村、中福岡村畑元領主には1698年に川越半領になる以前には布施市の他に坂木原八兵衛がいた。坂木原氏は1662年に京米を奉納している。上記の天保7年に新職に 香取三サブロウと同様に来訪を受けており、毎年の診察、獄物等そして返礼の初保金を兼納という関係を持つようになっていた。三福岡の地域は、1698年以降は、川越半寮になる。代々の上司から以下のような保護を受けていた。五面配札、川越上司公認の長宮氷川神社の診察配布である。 通常は神社のうじ子の家に対してのみか主は拝察できるが御面拝察の許可を得ると特に政権がない限り領内を自由に拝察できるようになる。1790年に星野内基が新東再居城を吉田家から受けるための資金を得るために上司から特別に許可されたことを村々に伝える会談が残されている。それによると犬年から 羊年までの5月と9月に、配札巡行をすることが許可されている。星野神主家は、代々、長久比川神社と福岡郷周辺の神社を維持、管理してきた。その歴史は古く、平安時代まで遡ることができる。下記の勘主の一覧より、星野屋勘主は六代目勘主の新疎外が用いた、源氏姓を除き、藤原の世を代々使っていることがわかる。 初代三代初代官主、二代目官主については、それぞれ1609年と1673年の、社元造営の胸札の写しによりかろうじて存在を確認できるに過ぎない。二代目官主は、福岡村領主の伏せ小平正義との関係が深く、百目木の福岡村名主の香取三郎左衛門、正重と共に、生の一字を名前に使うことを特別に許可されていた。 三代目神主は、不正主から大型の絵馬を奉納された。また、両主の援助なしで社殿の修復を行っている。四代仙台までの神主とは異なり、ヒューが守るという感触を称号として用いた。このような、守るという称号は特別な社会的手続きが必要であった。それは、京都吉田神社の神主、吉田家への入門とその神道再居場の交付である。 1718年3月には、新党再挙状を受けると、北武蔵十二軍の触れ頭を自称する、塚越村の大宮住吉明神官主、高麗伊勢守から、新党作法を伝授された。高麗伊勢守は、吉田家支配下にあったので、吉田や駒や星野家という支配関係が成立した。1722年に、旧来の演技書が古くなってしまったので、 氷川大名人由来演技を改めて作成したとされる。五代1773年4月に、小間中カから、弓法日高めという神道の秘宝を伝授され、1781年には、高麗伊勢と共に、大宮住吉写真大会費のため江戸に出張している。これにより、触れ頭の小間との関係を深めたようである。六代代々の官主が藤原を生徒する中、 ただ一人、原生を名乗っている。1794年に受けた、新党再挙状でも、原神備えと明記されている。1790年には、川越領内配殺巡行を、1793年には、上州へのおまみを許可された。1799年には、触れ頭の駒家の支配下から独立した後、吉田家の自家ブレに移行した。新備えから、 川越藩事社役所に提出した報告書には有意書があるので、今度高来消し配下を離脱したと記されているが、有意書の具体的意味には触れられていない。さらに、新備えは各地官主と交流を深める。日立国新明宮官主、安田島と上野国語社大明人官主宮本県政など、関東各地の官主や社家に浸透作法の伝授を受ける一方で、 吉田家の直下の弟子と称して、1802年には、志水村、八幡宮の原氏に、浸透作法を伝授した。七代、八代七代目官主は、百年以上も前の、福岡村、中福岡村領主の旗本、伏瀬市と榊原氏の保護を、再び獲得するのに成功した。それとは別に、農民の国学、浸透学習の流行の中で近隣の村人を、 神道の弟子に迎えており、神社活動の範囲を拡大させ、経営の多角化に乗り出した。1851年に後を継いだ、新広氏はわずか5年後に逝去、由緒書きの長久彦は大明神略記を記した、以外の業績は知られていない。旧大仙台の新規が亡くなった当時まだ、幼少であった信広は、川越彦は神社官主、山田丹後を貢献人としながら、 吉田家から、新党再挙状を受けて、長久氷川神社神主となった。信広は、幕末、維新の時代を経験し1868年には、王政復古の広告陳部の祈祷を命ぜられている。1872年に開始した、国民協計運動の一環として設置された、大教員と共同職の制度により、1874年には、熊谷中教員から、 南第二第二小区の担当を命令されている。1875年に設立された新党事務局に属する不相教の小講義、ついで県中講義に任命された。信広は教職員としての働きが多くあり、1873年に渋井学校、1878年三福学校の授業生に、1882年に同校の訓導に、 なお、近世では、村の知識人であった菅主や僧侶が村人に読み書きを教授していたことは珍しいことでなく、明治になって活躍の場が、公の学校に移った経緯がある。福岡村では、長久氷川神社菅主の信弘と、吉彦、中福岡では、薬王院の中村鶴則が教育の先駆者であった。10代1887年暮れに、 先代の信弘が成居した後を継いで、1888年に、宇じこの選挙により長宮彦は神社社手のひらとなった。先代の信弘が、吉岳から、神道再居場を受けた最後の官主であったのに、対して、吉彦は、世襲によらず、形式上は宇じ子により選出された社手のひらであった。吉彦には、主に五つの業績がある。現在の社殿はこの時に完成したものである。 制作を打ち出した。福岡村では、尊社、川崎村氷川神社への旧川崎村内の商社合詞、白山神社の合併尊社、駒林八幡神社への旧駒林村内の商社合詞が行われた。福岡村総鎮守の長宮氷川神社では、1909年から1912年にかけて、下福岡の城山天満宮、中福岡の八幡神社、 滝の日の宮神社などが合祀され、今でもこれらは神社境内に祀られている。現在の長宮氷川神社に見られる景観は、この吉彦の時代に作られたようである。明治時代の始まりとともに神社制度の改革が行われた。明治政府は王政復古の理念により、中世以来断絶していた神理観の最高と神道の国境化、国家神道の成立に向けた政策の 第一歩が、神仏分離であった。このため、神仏反前例を発する。近世までは、神が仮の姿を持って現れたのが仏、あるいはその逆もあり得る、というように神や、仏もある意味同様のものとして扱い、神社境内に僧侶が奉仕し,し、寺院内に神社があり、神職が奉仕することも珍しくなかった。年月に、神分離の法令が発せられ、 神とフッツとが神社と寺に、その信仰の場所を分けられてしまった。現在の神社では、宮寺、寺院では、僧侶という区分はこの時より、厳格化された。福岡村では、西王子が年末に、釜という段下に、神仏の札や、格段下の屋敷紙、神棚に備え付ける紙め名は、閉塞を配布していた。また、寺院内に日野旧社という神社を所有していた。 神仏分離の影響か、神道に関わる札、締め縄、閉塞などは、寺院が配布するのは望ましくないという意見が起こり、1869年2月に、西洋時短家の人々は、九代目勘主と共に、勘主が釜を行い、日の旧社は、福岡村所有という形式にした上で、信弘に、真珠奉仕を依頼することになった。このように、星野家は、 九代目菅主の時代に菅主不在の神社や元は寺院が保有していた神社を誇ら手のひらや社手のひらとして兼務することになる。明治中期には各村で官平大社の大宮日川神社の校舎が組織されていて吉彦はその幹事を務めていたので周辺村にある校舎の世話をした。明治の初期には社格の付けられた神社は公的に維持管理されるものとされた。 社格の創意がいわゆる公的補助金の創意になる。長久氷川神社では、1872年6月に、明治政府が、官兵大社以下の神社の社格制度を制定したことで、川越県の第六号社に位置づけられ、翌1873年に、地方自治制度の改革により、入間県福岡村の村社に変更されている。明治初年に、 天皇中心の神道協議に基づき展開された国民教化政策として大教宣布運動が起こり、旧代目官主がその任に当たっている。皇大神宮大麻は伊勢神宮の神札である。1873年から国家神道の理念のため全国に反復が開始される。明治政府の神社政策の一環として全国の神社を 皇室の皇祖が見たる天照大神,神を祀る伊勢神宮のもとに組織するために行われた。いわば全国の神社に伊勢神宮の出張所としての役割を担わせたものである。これにより伊勢神宮地域の神社地域の氏子という関係が制度上成立した。新編武蔵風土機構福岡村。ありがとうございます。